一流アスリート夢の大実験スペシャル。愛ちゃんじゃん。で、かすみちゃんでしょ、それ。うわ、本物じゃないですか。わあ！わあ！わあ！何怖？何もう全然分かんなかったじゃん。世界トップレベルのスマッシュ、世界トップレベルのスマッシュ。果たしてそのスピードは？102キロです。水谷選手のスマッシュは時速102キロ、卓球台の長さは 2.7メートル。これはそこをわずか 0.1 秒で通過するスピード。さらに他の選手もやはり動体視力は一般人の倍以上あることが判明。スピードもすごいぞ。スピードもすごいぞ。すげえ。糸も簡単だ。本当に糸も簡単でしたね。ちょっとかすみちゃんにもちょっとトライして見せてもらいたいですよね。ね。あ、見たいですね。男子ペアで目前したミニ卓球台ラリー。お次は女子代表の仲良しコンビ福原選手石川選手がチャレンジ。それでは検証タイム。集中します。早い。スピードでやるの、すごいな。普通に怖いと思って普通に台ある。男子も苦戦したミニ卓球台でのラリー。この後まさかのスーパープレーが展開されることに。どうでした？いや、まぐれじゃないですか。すげえ。なんと男子を圧倒する高速ラリーに大成功。コントロールはもとより2人の息がぴったり合った、まさにスーパープレー。これを解消するため福原石川ペアにハンディキャップマッチをしてもらいます。対戦相手は自称芸能界卓球王キングコング谷原優斗、そして中学高校と卓球部に在籍猫ひろし。芸能界きっての卓球自慢の2人が最強ペアを結成。福原選手石川選手の女子代表ペアとハンディキャップマッチでガチンコ対決。さあ、芸能界最強ペアと日本代表福原石川組のスペシャルハンディキャップマッチ、まもなく始まります。今回の対決は11点選手のワンゲームマッチ。1球ずつ交互に打つ通常のダブルスルールで行います。ただし日本代表ペアが3点取るごとに芸人ペアの方へネットが30センチ移動、打ち込むコートが狭くなるというハンディキャップが与えられます。ではスペシャルハンディキャップマッチスタート。梶原選手のサーブで試合が始まります。さあ行きましょう。それではゲーム開始です。スタートです。さあさあ、サーブは梶原、レシーブ川原、強打が決まった石川です。いやー、草野さん容赦なさそうですね。そうですね。石川選手の強烈なスマッシュ、梶原手も足も出ず。さあ3点目が入りました。ここでちょっと待って、ネットが30センチ動きます。あ、そうか、これなんだ。まずまずいい雰囲気の試合よ、これ。大丈夫だよ。さあ草野さん、ここからがこのハンディキャップマッチの見どころです。本当にそうですよね。ちょっと待った、いけるいける、いけるいける。ここで最初のハンデ発動。芸人ペアのコートが30センチ狭くなり、代表ペアが不利な状況に。果たしてどう戦うのか。逆に圧迫感もあるねえ、これ慣れてない分やりづらいですけど、これ。あ、そういうことですからね。では試合再開。ショートで返す。打たない。ない。ショートがオーバーです。待ってくれよ。いや笑ってる時に言って、笑ってる。切っている。
ショートで返す。うわあ、来た。ハンデをものともせず代表ペア6ポイント連取。しかしここでまた3点加わりましたので、さらに30センチですか。動きます。打ちにくいってこれこれ打ちにくいですよ。結構なんとか誘いたいという、はい、石川のサーブ。いやー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 。慣れぬコートに目測を誤ったのか、福原選手思わずミス。先ほどこの前に少し調していた、はい、お二人からして、いやー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 。なんとまさかのスマッシュ失敗。短いサーブ、深崎打った。決まった。やったやった。近い位置で構えていた石川、福原ドライブ、これで強打。決まった。高いね。一進一退の攻防が。なるほど。慎重に返す。低いショートだ。打てない。投げ上げだ。うわっ、強打。やった。うわ、今ゾッとした。そう今さあ入ってる。高いと。アウトです。強烈なバックハンドもアウト。ついにワンポイント差に。接戦だ。聞いたからね。接戦です。今何点なんですか。9対9。9対9。はいはいはい。あ、アウトだ。今こっちについて、スマブこっちに入ったからアウト3ミス、私たち点数です。ちょっと待ってくださいね。どうでした。あ、福原石川チーム。嘘。スローで見てみると、梶原の卑怯なサーブは確かにセンターラインを割っていた。これは代表ペアの得点。いよいよマッチポイント。いや、ちょっとそういうのは取り直しましょうや。大事な絶対です。マジですか。さあマッチポイントです。うん、ちょっと待って、やばい、これ猫さんやばいですね。中田にはラスト1点、こちらのラケットで勝負していただきたいな。おー、なんと草野さん、これは、はい、これは大変ですね。片っぽが大きな穴で、こっちもまあでかい穴ですけども、うん、こちらで我々と戦っていただきたいなと。 それで勝ってなんぼやと思いますけどね。言ってもプロですから。言ってもプロ。大変なハンディですよね。大変なハンディですね。追い込まれた芸人ペアが出してきたのはなんと穴の開いたラケット。この究極のハンデ、代表ペアは乗り越えられるのか。アドバイスを求めました。求めました、ね、しょうもないミスだけ注意しましょう、はい、マッチポイントです。1点で負けですよ。おお大丈夫。おお、なんとプレッシャーの掛け合いです。なんか余裕ある。おかしいな。どう使いこなすんでしょうか。サーブ福原、短いサーブ返している。いやー抜けた。いやーさ、福原選手ラケットを意識しすぎて屈辱の空振り。抜けてしまいました。うわっ、ね、よしよしよし、ちょっと待って、今空振りですね。空振りプロが空振りしたよ今。プロが空振りしたよ今の。さあ集中集中。いや、さあどうする。さあどうします。短いボールでいった、返している。いや、短いボールでいった、返している。いやだ、いやだ、抜けました。抜けました。これまた抜けた。さあ悩みどころです。ちょっとね、そうですね、これネットはこのままね。ネットはこのままね。おっと、ついに10対10のデュース。はい、さあ2点差をつけた方が勝ちになります、はい、10対10です。よしよしよし、特別ルールで来たからな。やあ、戻りました。慎重に入れている。強打。ここで福原石川組がマッチポイントです。再びマッチポイント。食い下がれるか芸人ペア。続いている。あら、強打。最後は福原愛選手が決めました。日本結束。これが秋田。